札幌とは株式会社テンフードサービスが北海道で展開している餃子、カレーライスを提供する外食チェーン店である。通称、三好の三好の餃子、三好のチルド餃子の販売も相まって長年にわたり北海道内での餃子の代表的な存在である。かつては道内各地に店舗があったが、現在の直営店舗の出店エリアは札幌都市圏に限られている。 地域に存在する三好のブランドの店舗はすべて別企業がフランチャイズ契約のもと運営しているフランチャイズ店舗にはオリジナルメニューが存在する場合があり旭川の店舗ではラーメンがある創業は大正初期たぬき工事で大衆食堂美吉屋としてスタート1945年たぬき工事2丁目で甘味どころの営業を始める 1967年5月、北海道札幌市中央区に餃子専門店、三好の三条店を開業。公式サイト上では、この年を創業年としている。餃子専門店、競合店が少なく安価だったことや、チェーン店を続々と増やしたことから、1970年代半ばには、サラリーマン、学生といった男性客、そして、 親子連れを中心に定着した。安価で手早く微妙な大衆食堂として、1990年代に吉野家などの牛丼チェーン店が道内に浸透するまでは揺るぎない支持を得た。1977年10月、三好のカレーを販売開始。出来立ての餃子とカレーライスを融合し、ヒット商品となった。三好のカレーは2016年現在も、 名物メニューとして販売している。1988年6月、株式会社テンフードサービスから、三好のチルド餃子を販売開始。スーパー、小売店頭で売られ、道内に広く定着した。ちなみに1988年春当時のメニューは、餃子定食、餃子カレー、持ち帰り弁当のみだった。餃子定食は、大型の緑色のプラスチック皿に盛られ、 カレーの皿も現在のものとは異なっている。1983年1月2日放送の石原プロモーション制作のテレビドラマ、西部警察パート2の札幌ロケ、燃える原野。オロフレ大戦争に登場しており、すすきの店で餃子を食べるシーンが放映された。店フードサービスが自社工場で製造する冷凍タイプの餃子を店舗で使用している。これを各店舗で調理し、 提供する。カレーライスの上に餃子がトッピングされている。名物メニューの一つ。店舗により座席タイプが異なる。対面式のカウンター席、U のアザタイプのカウンター席、ファミリーレストランのような座席タイプなどがある。一部店舗はドライブスルーを設置している。出店店舗の詳細情報は公式サイト、店舗情報を参照。 2019年現在の店舗分布過去に存在した店舗、ありがとうございます。